1960年、アデノウア内閣内省時代、ゲルハルト・シュローダー1971-1972年総選挙での、シュレーダー。右隣は、バルツェル党首、右端シュトラウス・シエス党首ゲアハルト・シュレーダーは、ドイツの政治家。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。三代の内閣で、内務大臣、外務大臣、国防大臣などの要職を歴任した。 ザールブリュッケンに生まれる。ギーセンのギムナジウムで学んだ後、大学に進学して、法学を学び、1932年に第一次、1936年に第二次国家司法試験に合格した。1933年に法学博士号を取得し、同年より、本大学法学部で助手を務める。同年、国家社会主義ドイツ労働者等に入党。 突撃隊にも加入したが、これは上級裁判所所長の商用に従ってのことだった。1934年、ベルリンのカイザービルヘルム研究所に移り、外国、国際民法の研究員となる。ここでは突撃隊の所属を更新しなかった。1936年に法務司法となるが、1939年から第二次世界大戦に従軍。 対戦中の1941年に結婚したが、夫人はニュルンベルク法に定めるところのユダヤ人との第一級婚結であったため、ドイツ国防軍の例外許可を受けての結婚だった。同年5月、国白協会の参加者との出会いをきっかけに、ナチ党から離党した。対戦で捕虜となり、1945年に釈放された。対戦後は、 イギリス軍占領下のノルトベストファー練習内務省で公務員となるが1947年から北ドイツ鉄工監督者で部長、弁護士として働いた。1945年にセディの共同設立者の一員となる。1949年、ドイツ連邦議会に初当選し、以後1980年まで議席を維持し続けた。1950年、 議会の調査委員会で委員長を務める。1952年6月、連邦議会、セティ議員団副団長。同年、34人の同僚議員とともに、小選挙区制導入法案を提出して、連立の混乱を招いた。1953年10月、コンラート・アデナウアー内閣の内務大臣に就任。法律の専門家として、 法による秩序維持の確立に尽力し、ドイツ共産党の禁止、連邦国境警備隊の組織改革などを実現した。1959年には、ルートビヒエアハルトを大統領候補に推薦したが、本人に断られている。1961年11月、ハインリヒホンブレンターノの公認として、外務大臣に転じる。続く、エアハルト内閣でも留任し、 フランスとの協調を重視するアデナウアーらゴーリストと異なり、アメリカ合衆国との協調を最重要視する大西洋派の外交政策を取った。当初アデナウアーはシュレーダーを後継者に考えていたようであるが、この外交思考の相違により外されたと言われる。1966年12月、ドイツ社会民主党との大連立が成立。シュレーダーはセディの首相候補に立候補したが、 銀団内での投票で、クルトゲオルク・キー・ジンガーに敗れた。スピード党首で副首相のビリー・ブラントが外相の地位を要求したため、シュレーダーは成立したキー・ジンガー内閣では国防省に転じた。1967年、副党首に就任。1969年の大統領選挙にセディから立候補したが、スピードのおすぐスタッフ・ハイネマンに敗れた。 同年の総選挙敗北によるキージンガー内閣大臣に伴い10月に国防省を離職した。1969年から1980年までドイツ連邦議会外交委員会委員長を務めた。1972年総選挙では党の重鎮としてフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスと共にライナー・バルツェル党首を助けて選挙戦を戦ったが敗れた。 翌年の投資交代に伴い、副投資を退き、1980年に政界を引退した。ジュルト島カンペンで死去し、翌年1月に国葬が行われた。ありがとうございます。